あっちのブランコで遊んでたら急に男の子たちがやってきて、邪魔だからあっち行けって頭叩かれたの。私まだブランコで遊びたいのに。分かった、じゃあ大人のお兄ちゃんがちゃんと注意してきてあげるからさ、待ってて。お兄ちゃん本当？うん、だからもう泣かないでね、ブランコ取り返してくるから。お兄ちゃん、おじいちゃん、まあブランコはお嬢ちゃんが諦めよう。諦める？さっきさ、お嬢ちゃん、あの男の子たちって言ってたよね。うん、だからあのお嬢ちゃんと同じくらいの小学生かなと思って行ってみたんだけど、高校生じゃん。もう何も言わずに帰ってきました。しかもあの彼らはね、うん、あの学生服を着てるのにちゃんと学校に行ってない人たちだから、余計にね。お兄ちゃん、なんで何も言わずに帰ってきたの？うん、大人なのに。まあね、近づいただけで足を蹴られたからです。まあね、あの人たちはもうちょっと刺激しただけでね、何してくるかわからないんで、ね、野生のさんと一緒です。まあ、お兄ちゃんの方がね、10歳以上年上なのにね、楽しいです。お兄ちゃん、恥ずかしくないの？まあ、プライドとかないんでね。まあ、辛いかもしれないけど、まあ、今回は、まあ、お嬢ちゃんが勝手にブランコに乗ってたのが悪いという結論になりました。だから、まあ、頭叩かれたのも、まあ、多めに見よう。お兄ちゃんも仲間だよ。そんなの変だよ、私何も悪くないもん。お兄ちゃん行ってきたよ。お兄ちゃんは家に帰ります。もう帰りたくないんだよね。だから親に助けてもらってください。でもそれは全然恥ずかしいことじゃない。お兄ちゃんもね、今30歳なんだけど、実家暮らしです。もう親は何歳になっても頼っていいからね。そうだよ、お兄ちゃんが言ってきたよ。私まだブランコで遊びたいよ。、うん、あ、ちょっとさ、あの静かにしてもらっていいか。
実家出よう。